私だよ。こんにちは。いるる。綺麗な街並み、笑う人々。これだけあればいくらでも破壊を楽しめる。小林さん、トールに加勢しろという話ならできない。プリン、あ、待て、いくらなんでもそれで私を…シュークリーム、コーヒーゼリー、ガトーショコラ、メイプルシロップパンケーキ、甘いもの食べられるだけ全部。トール、エルナが障壁張ってくれたから。私は小林さんと取引しただけだ。だから何、人と慣れ合って気持ち悪いよ。今からが本番、真の姿でこの世界ごと。あの人間、エルマを動かしてトールを助けた。人間は敵で、そう座ってなのに。知りたい、あの人間のこと。え、俺？俺って？ああ、うん、風？うん、電車？カバン？うん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 、弁償？教授？200万？うん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 。ああ、大変だね。あんた。小林という人間。なんでお前はドラゴンと暮らせる？それは私がどうのじゃなくて、トールが私に合わせてくれてるからじゃない？恐ろしくはないのか？恐れよ。まあ、あんなに可愛くなられちゃうね。つまり、ムラムラするのか？え？お前は人の姿の通りに惚れている、だから平気。はあ、違う違う、何言ってんの？強く否定した。怪しい。違うって。なら、え？何これ、すげえ。どうだ、お前も所詮は人間、欲望には逆らえない。さあ、浅ましい人間の男の本性をさらけ出せ。甘えたいだろ、今だけ欲望の吐き口になってやる。さあさあさあ、私は女だ。ふざけんな、毎日そのどでかい脂肪の塊にエンサとフンヌの炎をあげとるわ。